アジア大会サッカー男子で開催国、中国は27日に行われたカタールとの決勝トーナメント1回戦に 1-0 で勝利して韓国との準々決勝に進んだ。実力的には韓国有利となりそうな中、韓国側は開催国を警戒。その一端が決勝 T1 回戦でも見て取れたようで、韓国メディア、ネートニュースは中国の暴挙を報じている。この試合は中国が前半3分に先制すると露骨な時間稼ぎに出たとし、中国に有利な判定もあったという。象徴的なのは6分と表示された後半アディショナルタイム。中国選手のラフプレーをきっかけにベンチにいたメンバーを含めた両軍が揉み合う場面が展開された。その後、カタール武器を倒した中国選手にイエローカードが提示されたが、同メディアは、その他中国選手の肘打ちなどが見られたと伝えた。アディショナルタイムでは多くの時間がそんな状況で流れたが、主審は後半51分40秒ほどで試合終了のホイッスルを鳴らした。アディショナルタイムの追加時間があってもおかしくなかったが、ほぼ表示された6分の通りに終了したため、試合後にはカタール選手が主審に駆け寄り、激しく抗議するほどだった。韓国側としては、1日の準々決勝で同じ光景が繰り返される懸念があるというわけだ。今大会決勝トーナメント前には、元韓国代表のイ・ヨンピョ氏が同国放送局、KBS の YouTube チャンネルで、ハチツヨでの韓中戦を予測した上で、中国のホームである上、今回は VAR、ビデオアシスタントレフェリー、もない。対戦することになれば、圧倒しなければならない。接戦になれば、相手有利の判定に泣くかもしれないと指摘していた。決勝まで日本と当たらないトーナメントとなったが、韓国にとって4強入りをかけた戦いも山場となりそうだ。